こんにちは、ビオラの原真理子です。今埼玉芸術劇場でリハーサルをしています。この土曜日にコンサートなんですが、今までずっと一緒に共演したいなと憧れていたバイオリンの佐藤俊介さん、チェロの鈴木秀美さん、バイオリンの岡本誠二さん、ピアノのシュアン・チャーリーさんと一緒に、音楽作りをしています。実は今日初めて一緒にリハーサルをしたというか、初めて一緒に演奏したんですが、やっぱり理想としている音楽が多分すごく近くて共感できる部分が多いので、初めてのにパッと会ってちょっとびっくりしてるんですが、これからまた午後練習して、明日と明後日のコンサートが本当に自分も楽しみなので、皆さんぜひ聴きにいらしていただけたらと思います。お願いします。